ホルバンは、フランス海軍の駆逐艦。ホライズン計画におけるフランス採用版であるホルバン、旧駆逐艦の一番艦。艦名は18世紀に活躍した、海軍提督のクロードド・ホルバンに由来する。ホルバンは、DCN ロリアン造船所で2002年4月8日に、寄港し、2005年5月10日に、浸水、2008年12月19日に収益し、トゥーロン海軍基地に配備された。 行使中の2008年3月12日にロリアンから開港され、3月17日にトゥーロンに到着する。2009年3月3日、初の遠洋公開のためトゥーロンを出港する。最初の活動はヘリコプターの着艦検証で第36回海軍航空隊の AS565 が無事に着艦した。その後、 ジブラルタル海峡を通過後、モロッコカサブランカに寄港、ブラジルリオデジャネイロに向けて、同月19日に出港。リオデジャネイロ港には、同月30日まで滞在した。4月には、マルティニーイクフォールドフランス港に1週間滞在し、同月18日に、アメリカ合衆国のオフォーク港に寄港、同月21日ニューヨーク港に寄港する。 翌22日から25日まで数回の式典が模様される。2009年5月5日にイタリア・ラスペツヤ海軍基地を訪問し、同月7日に出港。同年5月26日にアラブ首長国連邦アブダビに設けられたフランス軍常設基地の開設式典に F713 アコニトと共に参加。同年6月5日にアメリカ海軍の航空母艦。 CVN-69 ドワイト D アイゼンハワーを機関とする第50任務部隊と1週間にわたる合同演習を実施する。同月12日にジブチ港に寄港してジブチ中流フランス軍とともにアデックス演習を実施し。同年26日にトゥーロンに寄港する。2011年3月にはリビア飛行禁止空域での海上封鎖任務のために D651 ジャンバールと共に、リビア沖に派遣される。フランス海軍17-03-08ラフレイガートでデフォンスアイエージャンフォービンエーフェサン・アントレーダン・ルポートミリテール・デ・トゥーロン2008年3月17日世界の感染2009年8月号海外鑑定ニュースありがとうございます。